告知のコーナーになってしまうんですけども、はい、なんですか告知、はい、じゃあまずは、はい、こちらになりますね。あ、これだこれね、はい、この当番組の本ができましたよ。五郎さんがだいぶ苦労されたと聞きましたけど、うん、多分ね、今頃まだね、交流やってますよ、高田さん。この大人の教養講座、これだっけと去年分だよね、2021年のにアップロードした動画の分をまとめた、これ世界一ヤバい西洋絵画の見方入門っていうやつなんですけどね、これつかみ本、ね、中見たらね、中見たらローランドの電気漫画別に見せなくてもいいんですけどいや、ちょっと面白くて読んじゃったローランドの電気漫画まだ表紙しかできてないっていう、いや、中身、やったこれがさ、まあ、別にさ、高島さんを責めるわけじゃないけどさ、恐ろしいスケジュールなんだよもう最初スケジュール見た時びっくりしたんだよ、これ月刊誌のスケジュールなんですけどって雑誌昭和の雑誌のスケジュールなんだよそれでしかもまたさ、最初の打ち合わせをさきっちりするんじゃなかったことなんかもあってさ、ぐちゃぐちゃに直し多くなってさ、もうどえらいことになってんだけど、宝島の中はさ、もうみんな昭和の編集者みたいに何時に電話しても何時にメールしてもいるんだよ必ず30分以内に返事が返ってくる、この人たちいつ寝てるんだろうみたいなそしたらここでも寝れないじゃんみたいな感じで、もう40年ぶりぐらいにさ20時間ぶっ通しで下段直したりとかして、そうするとね、だんだんね目の奥が痛くなってきて頭痛がしてくんだけど、それを通り過ぎてねやばくなると吐き気がしてくるんだよ。やばい、そう、久しぶりにそれ結構これ40年ぶりぐらいになったなこの症状と思いながら、うん、やりましたよこれ。それで昨日の夜に残す年功っていうものを全部編集部に渡して、今日だから編集部が考慮してますよ。すごいよ、1日で考慮しちゃうんだから、もう雑誌みたいだよ本当にこちらが8月31日に発売という、はい、大特刊工事東京オリンピックの1964年の東京オリンピックの首都高みたいなできました。これがいつ出るの、和田？8月31だそうです。すげえな、出るんだ本当に8月1日ぐらいからあれして、はい、すごい、山田五郎大人教養講座世界一ヤバい西洋絵画の見方入門、宝島社から発売です。よろしくお願いいたします。あ、ね、皆さんが要望の多かった時代順にしてくれというのを一応やってあります。で、まあ、簡単な年表とかも入ってますから、それ時代順とか作家別に、あと動画への行く QR コードが入ってます。おー、今風ですね、うん、だから動画の作品やなんかとしても使ってください。おー、これヤバいってのはどういう意味なんですか、世界一ヤバいって。わからないです、はい、面白いぐらいの意味なんじゃないでしょうか。はい、サイン会してほしいって皆さん言ってます。コロナを通じたですね。いや、サイン会はほら、コロナで、コロナ以降世の中からサイン会ってもん消えてるんだよね。そうですね、うん、そうなんですよ、接触が出るからね。まあそうですね、うん、はい、です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。